兵庫北部の丹波とあと京都北部の丹後、この丹波と丹後の北近畿の橋を巡りたいなと。朝来市周辺はかなり魅力的な道とか橋がたくさんあってですね、大好きな場所なんですよね。ちょうど今この後ろにもあるんですけど、これ、朝来市というか兵庫県の中でも一二を争う名橋だと思うんですけど、でこの鋳鉄を使った橋っていうので今日本で残ってる最古の橋がこちらの橋になります。すぐ近くに明延鉱山の御子畑選鉱場というのがあってですね、当時は東洋一と言われてた錫の鉱山で、その鉱石を運ぶ道に架けられた橋ですね。でこれよく見てくださいね、この曲線がちょっと歪んでるんですよね。接続部分とかもちょっと隙間があったり、ちょっとこう不揃いだったり欠点があった方が愛おしくなるっていう、その道作りの中でもすごく大変なんですけど、やっぱりなければ道が作れないっていうすごく大事な要素が橋なので、丹波地方に来たらぜひここには行っていただきたいなと。言ってしまえば丹波一の見どころじゃないかなという、すごい橋があるんですね。そんな名所があるんですね、はい、もう見えてきましたね。これこれは見覚えありますか？見覚えあります。ありますか？あります。これを見ていただきたいんですよ。見たことはありましたけど、景色でしかなかったですね。ああ、そうですね、はい、これ冷静に見ていただくとこれ多分すごいなと思えるんじゃないかなと思うんですけど、あまりない形ですよね。そうですね、この構造の橋っていうのはご存知ですか？アーチという橋が多い。あ、そうなんですよ、これアーチ橋なんですよ。アーチ橋なんですけど、はい、やっぱり1個のアーチが大きいんですよね。めちゃくちゃ大きいんですよ。この2車線道路を悠々とまたぐぐらいの大きさがあるこのアーチがこれだけ連続してあるっていうのが、この景観をこう作り出してる大きな源かなと思います。でさっき見ていただいた鋳鉄橋も実はあれアーチ橋なんですよ。下をよく見るとこう少しこうアーチ構造になってたんですけど、昔の人たちはなぜアーチ橋にしたのかっていうと、構造上安定するんですね。丸にすると上からの力に強くなるんですよね。ただ今の技術をもってすればアーチにしなくてももっと簡単に安く作れる方法、普通のコンクリートのガーター橋と言われるような橋で作った方が安くて短期間で作れるんですけど、十分な強度があって、はい、けどそこをあえて昔の工法のこのアーチ橋というやり方でやってるのは景観ですね、見栄えを良くすると。こだわりですね。こだわりですね、はい、設計した方の、はい、そうですね。ここが要は竹田城から見えるんですよね、はい、だから竹田城からの景観を配慮してこのアーチ橋にしたんじゃないかなと思ってます。はい、よく見るといっぱい線が入ってますよね、はいはいはい、あれが要は型枠を当てた跡だと思うんですけど、最近作られた道路なのにああいう型枠の跡が残ってたりして、ちょっとこうそこに人間味を感じるというか、ここは本当に北近畿の中でも一二を争う名所になるんじゃないかなと思います。自分としてはもう竹田城よりもこっちだろうと思うんですけどね。これは目的の橋じゃないんですけど、あんないい橋見たら渡らないわけにはいかないですね。ちょっとこれ渡ってみる価値ありますね。そうですね、このゲートがまずあるんですよね。このこれ多分獣よけのゲートだと思いますけど、はい、おっとこれ結構ギリギリですね、はい、ギリギリでいけますね、すごいな、楽しくなってきましたね。本当に車、軽自動車がなんとか通れるぐらいの幅で設定されてますね。車は通るんでしょうけどちゃんとメンテナンスされてますね、はい、でこうやってワイヤーのちょっと、はいはい、終点が見えるのでこれもすごく貴重ですね。いやでもまあやっぱり橋は渡ってみるもんですね。そうですね、いいですね、いいですね、はい、若干寄り道をしましたが次の橋ももう間もなくですね。
の曲がりくねった道が続きますね。そうですね。でもこれも今走るのもこれ国道なんですよね、はいはい、この先ずっと行くとすごいひどい、それこそ国道になる。まずここ橋がありますよね、はい、今国道477号、これ現役の国道なんですけど、はい、これ京地橋っていうふうに書いてあります、はい、でこの京地橋を越えて我々が今日一番見たい橋に行こうと思います。この橋ではないということですか。そうですね。でこの477号の旧道にかかってたと思われる橋です。かかってたと思われる橋、はい、はい、ちょっと道のりもちょっと大変ですけど。あ、そちらに行かれるんですね、こっちですね、はい。あ、ここが一番来たかった場所です。お、そうなんです、はい、国道の477号のルーツにもなってる橋なんですね、はいはいはい、昔はそっちがあの本来の道だったというところなので。全然違いますね。そうですね、はい、ちょっとこれまでと趣向も違いますよね。そうですね、こんなとこ来なかったですもんね今日。はい、多分普通に生活してて来ることないですよちょっとこの靴だと滑りやすいんでよいしょ、もう少し。ここまで来てください。ここまで。そこまで、はい、わかりました。とりあえず、はい、言われるままに、はいはい、ちょっとついていきます。そしたら正面にですね素晴らしい橋が見えてると思います、はい、こいつですか。こいつです、はい、はい。確かに雰囲気すごくありますよ ね、はい、すごくありますよね。アーチの橋でこれまで鋳鉄、コンクリート、吊り橋と見てきて、はい、これよく見ていただくとこれ石なんですよ。でこの石橋がこの国道477号になるずっと前から、はい、京都と若狭を結ぶ道の一部だったんですね、うん、まあ、昔は本当にものすごい大幅な迂回をしないといけないのを、この短い橋を架けることで大幅に工程が短縮できるわけですね、はい、なのでこれだけその立派な石橋を作ったんじゃないかなと思います。本当にあの三子端の橋に匹敵するか、はい、それ以上のおそらく価値のある橋だと思うんですね、はい、それが全く誰にも注目されずに、はい、こうやって植物に飲み込まれてると、やっぱりここにこう道マニアはグッと来るわけですよ。近づいたらすごい石の質感が分かりますね。おお。いいですね、このゴツゴツした石とちゃんと切ってある石、この表面の違いですよこれ。でも全体的に石っていうよりかは苔でモフモフしてます。